さあ、ランスの会の三国展舞動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。まずは先日作らせていただいた国戦の動画についての修正からまず説明させていただきたいなと思うんですけども、今はちょっと休止期間にはなってます。で、何が修正したいかと言いますと、よいしょ、あれこれですね、ここ洛陽に関することなんですけども、2日目には洛陽には攻め入れない感じですね。これなぜかと言いますと、これ私が所属している軍団サムライジャパンがここの開封というところを占領しております。で、ここから洛陽って道がつながってないんですよね。なんで洛陽に入ろうと思ったらこの江東を占領する必要があるという形になっております。これはよその軍団も一緒ですね。ここの江東がまあ言うたら誰も占領していない状態になっているので、例えばここはこの門県天下っていうんですかね、ここの軍団とここの軍団でここを取り合うといったような形になっているんじゃないかなと思いますけどもね。またさらにですね、ここになってくるとうちと、天武さんとあと伊達天さんで三すくみの状態でここを取る必要があるという感じですね。で、ここを取れた人が洛陽に攻める権利を手に入れるといったような形になっていると思います。これ地図を見るとこの伊達天さんのここから洛陽がね、道でつながっているように見えませんか。ちょっとアップにできないんであれですけど、なんか道つながってるように見えますよね。これもしつながっているようなことがあれば、土地的にですね、慶州が有利ということになってしまうんじゃないかなと思うんですよね。まあ他のところで不利な部分はあるのかもしれないですけども、おそらくこれ道つながってるようには見えますが、洛陽には攻め入れんのちゃうかなって僕は思ってるんですけどもね。ただまあこれも今日の9時以降にならんとわからんことなんで何とも言えないですが、まずこの江東と江野を取る、まあ準決勝みたいなもんですよね。で、この準決勝に勝ち上がると、この洛陽を取る決勝戦ですね、をここの覇者とここの覇者が行うみたいな形になるんじゃないかなと思いますね。これが、先日の動画を作った時の修正点ということにさせていただきますので、前回の動画見ていただいた方はね、ぜひ確認しておいていただけたらなと思います。次はですね、先日バグのせいで軍団戦ダイアリーのベスト奪還の方が見えなかったんですけど、今見えるようになっているので、そちらの方を見ていきたいと思います。はい、ウニウニさんの攻めですね。これ僕が奪還失敗したお城になってるんですけど、どのように奪還していくのか見ていきましょう。まず援軍を釣りまして、で文王ですね、で処理しようと。さらにまあ煉獄兵衛台から遠いところから出してますよね。こんな感じで文王に援軍を処理させて、次ですね、次がですね、何が出てくるでしょうか。はい、長領ですね。長領煉獄側から出してます。長領の排水でいい数字をウニウニさん持っているので、まあ長領を生かしつつ、まあ仲間といった感じで、このタイミングで転移ですね、兵衛台周りの奉仕塔を壊しつつ、まあこんな感じで転移にね、武将がターゲットを取っているので文王が長生きしてますよね。こういう使い方をできるのが僕はベストなんじゃないかなと思っておりますが、まあ、援軍をね処理できないような陣形に当たった時は、まあ一番最初に転移を出して、で援軍を釣り出した後に文王で処理するっていう形が望ましいんじゃないかなと思います。で、右側にあった、まあ、射撃塔は弓騎兵で処理して、で、あと煉獄の下に1本射撃塔が残っているのは、これ主君の扇のアクティブで壊そうかなといったところでしょうね。はい、壊れましたね。で、まだ長領も生きているといった形で、さらにもう射撃塔、奉仕塔は全て壊れていると
いった形ですね。もうこうなったら時間の問題じゃないのかなと思いますけども、龍鳳と煉獄五雷ですね。五雷が2機残ってて煉獄が1機残っている状態なので、これをうまく、まあ、トンコヘが大量に死なないように調整しながら出しているといった感じですね。右五雷でトンコヘが2体死んでます。で、下の五雷で1体ということで、かなり消費は抑えられているんじゃないかなと思います。で、左側に太平を出してるんですが、まあ中に入る前に煉獄が壊してくれるの、殺してくれるので、まあ出しやすい位置かなといった感じですね。で、これもう防衛施設がなくなってるんですよね。で、あ、まだあるか、まだ人形が1個残ってますね。で、旅網がちょっとそれてしまったんですが、あとこの城だけですね、1枚 98%、 この城さえ取れればもう 100% というところで猛角にかかってしまうんですけども、まあ兵士がね頑張ってこんな感じで城を落としたといった感じですね。このウニウニさんの転移の使い方っていうのはね、本当に僕がもし転移取ったら真似したい使い方だなと思います。ただやはりあらかじめこっから出そうかなみたいなのを決めていないことにはなかなか実行に移せないと思いますので、難しい使い方にはなるんじゃないかなと思うんですけどもね、ぜひ極めていきたいなと思う次第です。そしたら、今回は、リクエストにあった頂上対決の攻めというのを見ていきたいなと思うんですけども、基本的に僕は旅網を使っているので、まあ旅網を使って城を2枚取るやり方ということで、以前もねこういう動画作らせていただいたと思うんですけども、かなり昔の話になるので、まあ新たにね作らせていただいて、また先日ね、頂上対決で組んだヒレイさんがね、転移を使って、まあ、頂上対決を戦っておりますので、そちらの転移の使い方というのもね一緒に見ていけたらなと思っております。はい、一応146の相手からの相手に攻めといった感じなんですけど、まず煉獄と表意台から一番遠いところから分を出してます。遠い上にさらに右側ということで、かなり施設を壊してくれるんじゃないかなと期待できる位置ですね。で、援軍が出てきたので、関羽で処理しようということなんですけど、これ別に関羽じゃなくても ね文王で処理できたんじゃないかなと思うんですけどもね、主君のターゲットを関羽に取ってもらうという意味も込めて、まあ、右から大量に出しております。で、入れてた援軍が花崗豚ですね、一体はね。で、この僕は基本的にこの援軍を使わんかったとしても2枚取れる攻めというのを目指してやっておりますので、まあ花崗豚とかは本当補助って感じですよね。援軍は文王をちょっとでも長生きさせるため、もしくは主君なんかを長生きさせるための補助に使っております。で、この長領はですね、これ援軍の長領ですね。なんで、まあ大した活躍はせんだろうとほとんど期待せずに出しております。排水なんかも発動しないですからね。はい、こんな感じですぐ死んでしまいましたね。で、この状況になったら、あと、将校と龍毛が残ってるんですけども、龍毛が城を直取りできるため、もしくは直取りに近い形になるためにどこら辺を削ればそうなるかというのを考えた上で、こんな感じで将校、を出しております。これで、左下および真下から龍毛を出せば、施設一つ二つ壊してから城にたどり着くという形になってるのがわかると思います。で、さらに猛角から一番遠いところから出せるということも一応考えて、このような削り方をさせていただいております。で、一番のネックはこうやって人形が発動することなんですけども、こればっかりはね、転移を持ってないとちょっとどうしようもないところがありますので、もう人形に釣られた結果城にたどり着かなかったっていう場合はですね、もう僕は諦めるようにしてますね。はい、こんな感じで、2枚 75% ということで、結構育っている相手からでもですね、2枚取れるといったような形になっております。そしたら次のリップいきましょう。はい、次はレベル145の相手から攻めております。で、文王
失礼、文王ですね、文王と猛角がいるんですけど、猛角が右上なので右上から攻めるような形にはしたくないなといった感じです。で今回は長領を使っております。でこんな感じで援軍が出てくるんですけども、まあ、援軍が消え出た時に長領が消えますよね。そしたら残りが全部文王の方に向くので、こういった感じで援軍が処理できるという形ですね。でさらに、この長領はですね、氷台から一番遠いところから出しているといった感じですね。氷台があったらね、せっかくの排水も行きないんでね。でこれ、孫策、これは援軍ですねで出してるんですけども、あまり当てにしてないです。まあ出しとけぐらいな、ちょっと施設削れたらいいかなっていう程度でしか、まあ、期待せずに出しております。でこんな感じで、まあ文王がうまいこと削ってってくれてますよね。煉獄島を壊せたのは運が良かったですね。ここら辺で死ぬかな。で、一応孫策でスキル発動して車はね出されたんですけど、それは全部孫策は受けてくれたといった形になっておりますね。でスキルを発動、これ主君ですね。主君は、まあ、孫策がターゲットを取られている間に、まあ、活躍してくださいよということで出したんですけども、ちょっと働きがいまいちでしたね。スキル一発打てただけです。で将校をこっちから出したのは、まあ、この氷台の左側にある施設ですねを壊してもらおうと。で呂布はこれも月へ倒せたらいいなっていうぐらいで出してます。はい、こんな感じで、まあ、かなり城周りは削れて、さらに右上から出すような状況にはなってないんじゃないかなと思います。で左から龍門を出して、もしこれで仮に文王にターゲットを取ったとしてもですね、もう月英が死んでるのでだいぶ楽ですよね。まあうまいこと武将にかからんと城にたどり着きましたね。人形も釣られることなかったので、まあうまいことこんな感じで2枚取れたといった形になっております。やはり最初にですね、煉獄島の位置とか、あと猛角の位置を確認して、最終的にどこから龍門を出す形にすれば2枚取りやすいかなっていうのを考えた上で武将出撃する位置を決めるといった感じですね。あとは援軍ですね、援軍をどう処理するか、ちょっと援軍が釣れなさそうだなっていう時は関羽と文王を揃えて出したりして、今回の陣形みたいに長領がちょっと歩いてったら援軍出てくるなっていう時は長領に援軍つらして消えている間に文王の方に行ってもらうみたいなやり方もあるんじゃないかなと思います。そしたら次のリプ行ってみましょう。はい、次は151の相手からですね。で猛角が上にいるので猛角側からは出したくないなといった感じですね。で援軍の処理の仕方は先ほどと一緒ですね。長領で釣って、で消えてる間に文王の方に行ってもらうと。でうまいことね、これ長領がね、こう勇士の方に行ってくれたので煉獄、氷台から離れてくれてますよね。で下は主君で行ってますが、これ氷台2体からターゲット取られると即死んでしまう位置なので、まあ、死ぬ前になんとかスキル一発二発打てたらなぐらいの感じですね。で一応呂炎霊と脅威をもらってたので、まあ呂炎霊ですね、呂炎霊で氷台をまとめて凍らしてですね、こんな感じで主君が長生きしてるといった感じですね。これやっぱり援軍っていうのは補助程度でしか使えないと思うんですけど、どう補助してもらうかというところが大事になってくるんじゃないかなと思います。呂炎霊なんかだと、まあ、短期でたくさん施設を壊せる武将ではあるんですが、やはり援軍での呂炎霊っていうのはあまり強くないので、先ほどのみたいな感じで、施設を凍らせると、でその上で、自分のメインで使っている、まあ、主君であるとか、まあ、長領や文王であるとかを長生きさせるために使うというのをお勧めさせていただいております。でこれで、やっぱり猛角から逆側から龍門を出す形になっておりますよね。で、まあ、左から出すか真下から出すか、その中間から出すかといったとこなんですけど、こんな感じでね、軍旗を天下で壊すことによって城を直取りできる形になったといった形ですね。これがあるので援軍処理っていうのをね武将でやってるんですよね。
武将でやらずに天下で援軍処理する形になると弓騎兵20とか入ってる場合は処理しきれない場合もありますのでね、こんな感じで天下は置いとけるもんなら置いておくようにしましょう。ただまああまりこだわらずにですね、あ援軍残ったやばいなっていう時はまあ遠慮なく天下でね処理した方がまあ武将はね長生きすると思いますので、そこら辺は臨機応変にやるといいんじゃないかなと思います。そしたら次のリップいってみましょう。はい、今回は142の相手ですね。右上に猛角がいて左下に劉備がいるのでちょっと厄介な陣形だなという感じですね。で左上が趙雲、右下が夏侯惇という感じでどちらかを狙いたいんですけども、まあ言うたら観光がついてない方ですねを狙いたいなと思うんですけども、まあそこまでうまいことコントロールできるかというのが怪しいので、まあちょっと様子見てます。でこんな感じで何番力士を当てにして煉獄を壊しにかかったんですけども失敗してしまいましたね。一応今のところは真左ぐらいから出そうかなといった感じでこれ出撃してたんじゃないかな。で長領はこんな感じでまあ排水がついているので長生きしてると。で文王を上から出すということで、まあ煉獄も壊れてるし表意台も遠いということで、まあ長生きするんちゃうかなといった感じですね。で未挑戦を出したんですけども、これは援軍ですね。まああんまし意味はなかったかなっていう感じですね。もうちょっとうまく使えてたら主君なんかが長生きしてたんじゃないかなと思いますね。ここら辺はちょっと腕がね足りなかったなっていう感じですね。で援軍の処理の仕方はちょっと思いつかなかったので、まあ引っ張り出した時にまあ文王のね、スキルのタイミングによったら処理できるだろうと思ったんですけども、ちょっとタイミングがあまり良くなかったので結局ね、天下を使うことにしました。これも先ほど説明した通りですね、天下はなるべく置いておいた方がいいけどもあまりこだわる必要はないといったところですね。はい、こんな感じで一応猛角側は削ることができました。失礼、猛角じゃない方から魚毛を出すように削ることはできましたが、これはちょっと左から魚毛を出さざるを得ないということで、一応劉備にかかっちゃう可能性というのはあるんですよね。なんでできるだけ城を直取りできる形にしたいなといった感じですね。でここでちょっと甲冑が軍旗を打ち漏らしているんですよね。城の左上にある軍旗ですね。このせいでちょっと城を直取りできない状況にはなってしまいました。で天下もないのでもうあとは運ですね。はい、趙雲にはかかってしまいましたね。これはもうやっぱしょうがない部分はありますよね。でこんな感じで劉備にターゲット取らずに城にターゲットを取ってくれたので2枚取れたといった感じなんですけど、結構運要素でかかったかなっていう感じですね。やっぱり劉備と猛角が揃っている陣形っていうのはやりにくいなという印象ですね。まあ運が良かったですね。そしたら次のリプ行ってみましょう。はい、次はレベル147の相手からということですが、文王は一番まあ表意台と煉獄から遠いところから出して、まあ、さらに援軍を釣り出すタイミングによっては文王の、スキルで一掃してくれるかなということに期待しております。でここで、ご来がたくさん出てたんでちょっとすぐ死んでしまいましたよね。で未挑戦を出すタイミングもちょっと遅かったですね。援軍でせっかく未挑戦をもらってもまあ使えない、うまく使えてない状況が続いてますよね。これはまあ僕自身があまり未挑戦の援軍というのに言うたら魅力を感じてないところはあるんですけどもね。で呂遠霊はこんな感じで煉獄とか御来とか凍らして主君にちょっとでも長生きしてもらえたらなといった感じです。で下から長領ですね。これは長生きしそうですね。煉獄塔を壊してくれたらなということですね。で主君も煉獄塔を壊してくれてかなり長生きしてますよね。これはひとえに援軍でもらった呂遠霊が効いてるんじゃないかなと思います。ただ呂遠霊はもらえたんですけど、もう一体のね武将がいいのがいなかったので
結局未挑戦をもらったといった感じなんですけども、まあ、全然うまく使えてない感じはしますよね。でここでこう排水の8秒が効いてますよね。かなり下の方の施設を壊してくれました。で将校でこれ煉獄島を狙っております。であわよくば城までこの将校のねスキルで壊してくれたらなっていう感じなんですけども、果たして届くでしょうか。将校を出すまでの武将の働きによったらこんな感じでね城も直接狙えるぐらいのね感じになるんですよね。お、届きましたね。はい、こんな感じで、城を将校で落とすことができたので、あとは旅網で破壊率を稼ぐだけなんですけども、このポイントとしては、まあ、なるべくスキル発動を引っ張るというのと、なるべく射撃塔から遠いところから出してこう動きがね遅くなってしまうので、このせいで破壊率があんまり稼げんということはよくよくあることなんでね、できるだけ射撃塔を、まあ、かわす形で旅網を出すとたくさん破壊率稼いでくれるんじゃないかなと思います。今回はうまくいきすぎなぐらいうまくいきすぎですね。これが理想です。一番の理想はやっぱり将校で城を落とせるぐらい削るということですね。でそれが叶わない場合は旅網で城を直取りできるぐらいまで削るというのが理想になっております。そしたら次のリプ行ってみましょう。はい、次はレベル144だったかな。で猛角と劉備がいますが、ちょっと右上、城より城の上半分にいるっていう感じなんかな。まあそうでもないか、ちょっと左上ぐらいから出したいとこですね。で文王を煉獄兵衛台から一番遠いところから出して、であわよくば援軍を釣って、まあ、文王のスキルで処理してくれたらなといった感じですが、はい、うまく決まりましたね。で未挑戦をまだ使ってるんですけど、これはまあ未挑戦が即死しないところから出して文王をフォローしたといった形ですね。で、左下から主君ですね。で長領を左上から出して、まあやっぱり城の左上側を狙いたいなというところですね。もう頂上対決のええところは、まあ、兵を使わないんで3枚をあまり僕は狙いに行かないんですよね。ということはゆったりと考えながら攻めることができるといった感じなんですよね。先行だとやはり時間勝負みたいなとこあるんですけども、この言うたら最初の出した文王の動きを見ながら他の武将を出す位置を決めるということができるんですよね。こんな感じで考える時間があるんですよね。これがまあ頂上対決の楽しいところでもあるんじゃないかなと思います。でこれで援軍でもらった旅夫ですね。これでまあそうですね、どこら辺狙うでしょうか。道弱台と五雷と煉獄ぐらいかなを壊してくれたらなといった感じなんですけど、まあできることなら左上の兵糧庫と金庫今向かってますよね。ここら辺をね、まあ歩いて壊してくれたらベストかなという感じなんですけど、そこまではいきませんでしたね。さあちょっと苦しいなってるように見えますね。どこ狙うでしょう。結局将校で左上を狙いましたね。ただここから狙うともう猛角側からこう出さざるを得ないような状況になってくるので、おそらくですが上の土目群馬越ぐらいを将校で狙うんじゃないでしょうか。はい、こんな感じですね。でさらにこれ文王を狙ってるんですよね。文王を狙って中心に入っていってもらって、こんな感じで城に取り付くというテクニックですね。これは武将ターゲットに取った時だけできる技なんですけども、はい、こんな感じで同盟軍爆営を狙って出すつもりがですね、完全に違う方向、真逆に近いあたりからですね城を切って3枚取るといったような形になるんで、ちょっと城を直取りできないなっていう時は手前に出てきている武将をですね旅網でターゲット取ってみるというのも一つ手なんじゃないですかね。今回ですとちょっとその劉備とか猛角とかがいて鬱陶しかった上に、猛角側からに近いところ、まあど真ん中ではないんですけども、そこからまあ旅網を出さざるを得ない状況になってしまった
みたいな時はですね、こうやって武将にターゲットを取って違うところから素人さアプローチをかけてみるっていうのもね、まあ一つのテクニックだと思います。そしたら、先週僕が頂上対決で戦ったリップは以上になるんですけども、一応ね6戦やって全部2枚取れたということで、かなり自分の中では満足のいく結果に終わってくれたんじゃないかなと思います。そしたら次はヒレさんが天意を使って頂上対決どのように戦っているのかというのを見ていきましょう。ちょっと動画が長くなってきてるので硬い相手から2枚取ってるのだけ見ていきましょう。まず天意でこうやって突っ込んで、はい、これ何してるんやっていうことなんですけども、援軍を釣った上で、さらに人形を発動させてるんですよね。これのいいところは、言うたら人形に最終的に旅網が釣られて城を落とせないというのを防いでるわけなんですよね。これだけでも文王は相当価値がありますね。で、もらってる援軍は太子寺と曹操かな。僕はちょっと曹操の使い方がわからないのであれなんですけど、で将校でここら辺を削って、でそうですね、こんな感じで文王が右に流れていくことに期待して、さらに主君が左下に流れていくことにも期待してますね。この将校の使い方はちょっと僕はやったことないので斬新だなと思いましたね。でさらにこれ加工と倒せたんじゃないかな。はい、文王と将校がタッグを組むことで加工とが倒せてるんですよね。これはかなり楽な展開といいますか、これも左上から、旅網を出せば城が直取りできる状況になってますよね。まあこのやりにくくてさらにレベル156というね、トップクラスの方からよくぞここまで削れるもんだなと。さらに人形も発動させていて、で鬱陶しい武将も死んでいるということなんで、あとはもう城前が開くのを待つだけだなっていう感じですよね。2体死んでますよね、防衛武将が。なかなかこれもう時間なかったんかな、しゃーなしに出してますね。城前が開かないとき、あ、しかも文王に逃げられた、天下が当たらなかったですね。ただこんな感じで文王が白磁戦法で止められたので、うろうろせずに、はい、こんな感じで倒せましたね。であとは城、さらにダメージが結構入ってたみたいですね。こんな感じで落とせるといった感じですね。さすがだなと思います。将校の使い方が僕と全然違うっていうのが分かっていただけたんじゃないかなと思いますけども、今回のヒレさんの攻めは将校を使うことによって主君や文王を生かしつつ、さらに文王対武将になった時に将校で援護射撃をするみたいな効果があったんじゃないかなと思いますね。そしたら次のリプあるんかな、見てみましょう。はい、また156の相手ですね。で天意を出しております。で援軍でもらった猛角は、これはまあ意味が後で出てくるんかな、僕はしっかり削るためぐらいの感覚なのかなっていう感じですね。文王と一緒に出すことによって、まあ、文王の盾になってもらってるといった感じですね。これは援軍処理云々じゃなくて、まあ、防衛施設の盾になってくれればいいなといったぐらいなんだと思いますけども、まあ、割と早めに死んだなといった感じですね。まあ、もらう援軍なんていうのはまあこのぐらいのことが多いんでね、あまり当てにしない方がいいんじゃないかなと思います。で将校でこんな感じで削って、これは今から出す主君とかの道作りかな。で文王が主君とタイマン張って勝ちましたね。これでまあかなり削ってくれています。はい、ちょっと止められてしまったので文王は死んでしまいましたね。これでそうですね、下っ側を削れば城を直取りできるようになる可能性はありますし、こんな感じで上から出すことによって壊さない艦施設っていうのは増えますが、まあ猛角側から旅網を出さずに済みますよね。さらに援軍でもらっている露宿でこんな感じで止めて、まあ少しでも主君がね長生きするようにということですね。この露宿のおかげでスキル一発分は得してるんじゃないかなと思います。でナンバー力士がついてるのでガンガン煉獄を止めてますよね。で結局壊してしまいましたね。でここで終わりかな。お、スキル打てましたね。
これで5雷にちょっとダメージ入りましたね。これで猛角側から出す必要がなくなりましたよね。上から行くかな。お、あ、まあそっちから出したけど、おお、なるほど。天下でこんな感じで軍旗を壊すことによって城へたどり着く確率を高めたといった感じですね。やはり比例さんも天下を大切にしている理由というのはやっぱりこうやって最後に打つためだというのが分かっていただけたんじゃないですかね。そしたら次のリプ行ってみましょう。次のリプ、まああったんですけども、レベルの高い方に攻めたリプっていうのはさっき見てもらった2つだったかなになると思いますが、いかがだったでしょうか。頂上対決、ちなみに今回6連勝できました。比例さんと組んで、あと1人為蔵さんと組んでいったんですけども、まあお二人とも硬いということでね、防衛力もすごいと。でちなみに僕も比例さんもトータルオール2枚だったということでですね、まあ2人が2枚確実に取っとけば、あと為蔵さんが、まあ、ガツンとねかましてくれるんで、為蔵さんも火力は相当高い方なんでね、こんな感じでね6連勝できるということで、昔に言いましたけどもね、やっぱり頂上対決の一番の攻略の鍵っていうのは強いフレンドと組んでいくっていうことだと思うんですよね。ただ皆さんどうしても心の中にあると思うんですけど、あんまり強い人を呼ぶと自分もシャンとせななっていうプレッシャーがかかるんですよね。なんでそんな時に、まあ、慌てずに攻めるためにじっくりとね、武将や陣形を見ながらですね、こうやって組み立てていったら城にたどり着くんじゃないかなというのをね考えてから出征するようにしていくと、まあ、2枚取れる確率っていうのは高めていけるんじゃないかなと思います。そしたら以上です。ありがとうございました。